で、今回のですね、放送法改正案の内容について、話していきたいと思いますということで、ちょっとこちらを紹介します。こちらですね、糸こんにゃくさんという方に、書いていただいた、今回の放送法改正案のね、調査記事になります。はい。ブログ記事なんですけれど、一応ですね、私の方ではですね、参議院本会議で、採決される法案、今国会でね、審議される法案については、すべて、こういう調査をね、かけておりまして、その調査の内容をですね、調査いただいた方が、ブログで、公表をいただくという形にしております。これはですね、有料でやっておりまして、で、その原資となるのがですね、毎月国会議員であれば、毎月100万円ずついただける調査研究広報滞在費というのを使って、おります。ということで、毎月ね、調査研究広報滞在費100万円もらえます。それ歳費160万円とまた別なんですけれど、はい。で、私はですね、多くの国会議員がこんな形で調査にね、政策の調査にしっかりとこのお金を使えばですね、もっと良くなるとは思いますけど、現実はですね、多分選挙に、多くお金が割かれるんだとは思いますね。で、例えば、地元のね、事務所を置いて、その事務所の、施設秘書の人件費などにですね、使われることが多いのかなと。これはもうケースバイケースですね。私の場合そういうのはしておりませんので、基本的には調査研究広報滞在費は、こういう政策のね、調査に、使っているということでございます。はい。で、すいません。ちょっと話逸れましたが、はい。糸こんにゃくさん、今回調査いただきまして、ありがとうございました。で、調査のね、冒頭の方は、今回のね、法改正の、背景ですね。どういうことかというと、テレビをね、見る人、そしてテレビを持っている人がですね、もうどん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 少なくなっているので、NHK としては当然ですね、インターネットに、移行していくよねというところになります。NHK の戦略としてはね、確かに、少ない、ある程度、NHK の立場を考えるとそうなのかもしれませんが、ちょっと一般国民からするとですね、ちょっと勘弁してくれよというところが、あるんじゃないかなとは思います。ということで、法案の概要ですね。はい。ということで、ちょっとこちらの方を見ていきたいと思います。ポイントはインターネットになります。はい。放送法の一部を改正する法律案の概要ということで、NHK の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しないものに対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を NHK の必須業務とするとともに、民間放送事業者が行う放送の、難視聴解消措置に対する NHK の協力義務を、強化する等の措置を講ずるということで、やっぱりインターネットっていうところがですね、それがもう必須業務に入ってきますよということで、ございます。私としてはですね、正直ちょっと勘弁してくださいという話ではあります。はい。とりあえず見ていきましょう。で、青枠の1番ですね。NHK の放送番組等の配信にかかる実務の必須業務課で、括弧1ですね。必須業務の範囲ということになります。で、ここの中にはですね、インターネットっていう言葉は出ないんですけれど、ただたびたび出てくる言葉として、配信というのがありますね。1、2、3。これはインターネットを、想定してもらえればいいと思います。はい。1、同時配信を行うこと。2、見逃し配信を行うこと。3、番組関連情報の配信を行うことと。ありまして、この配信の中にインターネットがね、の意味が込められていると、認識してもらえればとは思います。このね、今回放送法、改正案の中にですね、条文の中に配信の定義もね、されるみたいなこともね、本日お聞きしました。で、括弧2が番組関連情報の配信ということで、これはね、さておき、括弧3の受信契約、ここがやっぱりね、一番のネックになってくるのかなとは思います。ちょっと、そのまま読み上げますとですね、受信契約、受信料の公平負担を確保するため、テレビ等の放送の受信設備を設置したものと同等の受信環境にあるものとして、NHK が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始したものを NHK との受信契約の締結義務の対象とするということで、これに関してはですね、
まあ一応、総務省であったり、まあおそらく NHK もそうなんですけど、言い分、相手の言い分としては、まあある程度ね、登録なりなんなりしないと、これはですね、まあその対象にはなりませんよと、締結義務の対象にはなりませんよということではありますけれど、まあそうですね、とりあえず今回の改正案に関してはおそらくそうなんでしょう。で、一応ですね、本日の、まあレクの中ではですね、まあ立花さんが、これ送りつけ商法になりかねないみたいな、そういう指摘はね、ありまして、確かにね、その通りだと思いました。まあ、とりあえずそれは、まあ、さておき、まあ、私としてはですね、やっぱり、まあ、NHK のね、放送法においては、やっぱり NHK が肥大化していく方向については、やっぱり危惧すべきかなと思いますね。当然、今回、必須業務が増えるわけなので、やっぱり、まあ、NHK のできることが増えてしまうということで、まあ、これは肥大化につながりかねないなとは思います。ということで、まあ、それも含めてなんですけども、一応ね、今回、まず、反対する方向であるということはお伝えをしたいと思います。